バレーボールイラン男子代表はバレーボールの国際大会で編成されるイランの男子バレーボールナショナルチームである。1945年にイランバレーボール連盟が設立、1959年に国際バレーボール連盟へ加盟した。イランはアジアの子産チームであり、アジア競技大会の1958年大会で準優勝、1966年大会で3位。 入賞している。主要国際大会は1970年世界選手権、1991年ワールドカップにそれぞれ初出場を果たし、第4回大会から連続出場しているアジア選手権は1999年にイランで初めて自国開催された。1990年代前半まではアジアの第二勢力であったが、1996年に 自国リーグがプロ化されてスーパーリーグとなり代表監督に就任したイヴァン・ブガインコフや松本、文彦の指導により力をつけ始めた1990年代後半に28年ぶりとなる1998年世界選手権出場を果たす。2002年釜山アジア競技大会で銀メダル獲得、2003年アジア選手権で3位、入賞、さらにユース。 ジュニア世代が世界トップレベルへと底上げされ、シニアの強化が進んだ2000年代後半には、パク・ギウォニア・ゾランが一致の指導によりアジアの強豪へと成長し、2011年と2013年にジュリオ・ベラスコ監督の下でアジア選手権優勝が決まった。2004年アテネオリンピック世界最終予選、2008年北京オリンピック世界最終予選で敗退し、 初のオリンピック出場権獲得はならなかったものの2010年世界選手権大陸予選では同組の韓国を抑えて本戦出場権を獲得2009年アジア選手権で準優勝しワールドグランドチャンピオンズカップに開催国の日本を除くアジアの1位として初出場を果たした2009年はチームにとって大きな飛躍の年となった 2010年世界選手権では一時ラウンド第3戦で、イタリアをフルセットへ持ち込みながら3から2で敗れ、1勝2敗で、並んだ同組3チームのうち得点率の差で2次ラウンド進出はならず19位に終わった。しかし2011年バレーボール男子アジア選手権で、初優勝を飾ると、同年のワールドカップでは、競合のセルビア、ポーランド、 アルゼンチンに勝利し最終的には5勝6敗の9位に着くなど20年ぶりの出場ながら大健闘した。2014年9月に開催された世界選手権ではチーム史上最高位となる6位入賞を果たした。2016年6月のリオデジャネイロオリンピック世界最終予選を突破し五輪初出場を決めた。 バレーボールイラン代表を2016年5月1949年から1966年まで出場なし2016年リオデジャネイロオリンピックバレーボール世界最終予に登録された主なメンバーありがとうございます。